丸いケーキ？なんだ、僕たちならもっとうまくできるよ。こんな風に形を作ってフォンダンの帽子を乗せる。軽く最後の仕上げをすれば、ほら僕だよマリオ。でもまだ終わりじゃない。グルーヴに乗る準備ができたみたい。すごいお菓子の量だ。わー、アイスベアも。彼、ホッキョクグマは知ってるのかな。バスタイムだ。タピオカパールを入れよう。たっぷりのミルクも。次は体を流して。ティータイムだ。アイスティーはいかが？うん、チョコレート。おっと、ニキビが。いいこと思いついた。ゼリーグミにクリームを入れて、これをフォンダンかマジパンで覆う。ニキビキャンディーを潰して遊ぼう。フィリングにいろんな色が使えるよ。ニキビつぶしは本当に楽しい。わお。もっと楽しいのは食べること。ああ、見て、友達のキャンディーユニコーンだ。キャンディーを詰めてピニャータみたいだ。キャンディーが欲しいときは尻尾を押すだけ。次はチョコで試してみよう。フォンデュスタイルにするんだね。うわ、チョコレートでコーティングされてるよ。まさに魔法の味だ。わお、大きな綿飴。水に溶かせば商品が手に入る。ミニウォーターサーバーだ。水を入れて組み立てたら飲み物が出せるよ。このことをロリポップが示すのは、いつだってやるときは全力が大事。さあ、キャラメルキャンディーを溶かして、これを型に流し込む。早く乾く前に棒をつけて。わお。なあ、その平らなところが使えるね。そうだ、ロリポップには包みがいるんだ。次はチューイングフォームを試そう。まず味を確認して、しっかり噛んで風船を作る。誰かが壊しちゃったみたい。もう昔のフレディじゃないよ。このワッフルコーンもチョコに浸してコーンに戻してみて。さらにチョコを足そう。あとは何をつけたらいい？砕いたクッキーに転がして、ほら、うまく工夫すれば魔女の帽子になる。どちらにせよコーンにはアイスが必要だね。わお、食べられる紙？食べられるインクもある。待ってる場合じゃない。スケッチを始めよう。何を描いてるんだい？お、バーガーだ。トッピングもたっぷり。どちらかというとそれは平らなパンだね。
R の大掃除の時間だよ。おお、便利なスプレーボトル。大丈夫、グミでできてるはずだから。変わった形のドーナッツだな。そうか、ケーキが隠してあったんだ。やばい、人形が壊れちゃった。でもプリンセスケーキにぴったり。特別なタッチを加えるためにチョコとスプリンクルをたっぷりかけちゃおう。リングを持ち上げると、あー、紙吹雪みたい。食べてみよう。人形には噛みつかないでね。な、誰かがクローズアップの写真を撮るのかな。でも、うわ、唇を食べようとしてる。でも、もっと美味しいものを食べれば。いちご味のチョコを溶かして空のチューブに注いでみよう。ほら、オリジナルの口紅の完成。おう、ロリポップだ。ああ、5秒ルールは通用しないかも。大丈夫、新しい友達が助けてくれるから。サングラスをしててすっごくおしゃれ。少し大きめでも大丈夫。ちゃんと保管しておいてくれるんだ。ああ、泥でありますように。やばい、チョコレートスプレッドを食べられちゃった。でも汚さなくても食べられるんだよ。ちょっと工夫すればディスペンサーになるんだ。押すだけで出るから手につかずに済む。それでも汚しそうだったら直接口に入れちゃってね。待って、まだ食べないで。次のクラフトに必要なんだ。溶かして巨大なグミベアを作っちゃおう。あ、顔についてるよ。食べ終わるまで待てば。このトイレットペーパーホルダーを使ってみる。しっかりと固定すればいつでも使えてすごく便利。お大事に。でもこれがあれば大丈夫。うわぁ、キャンディーが。タフィーって伸びるはずだから。遊んでみない？他の味も混ぜてみよう。おお、巻き寿司にするの？ご飯とサーモンの塊を巻いてっと。切ってから醤油とわさびをつけていただこう。冗談だよ、全部キャンディーでしょ。飲み物も忘れないで。マナーにも気をつけてね。うわー、生地がたくさんある。クローンを作るつもり？揚げてみれば。次はアイシングを塗って、子犬だ。犬が欲しいって言ってたよね。小さなウサギも食べる？サンドイッチを作ってるみたいだから、
特別なソースをかけちゃえ。ケチャップとマスタードは最高だけど、ここではレインボーソースを作るんだ。ママも裏技を用意してたみたい。恐竜の形のサンドイッチだ。恐竜の形にできるのはナゲットだけじゃないってこと。ほら、ケチャップは最高だって言ったでしょ。ティラノサウルスもびっくりする小さな恐竜の完成。マシュマロクリームって最高だよね。思わず食べたくなっちゃう。この上に垂らしてみれば、足跡を書いてから粉砂糖を振りかけてっと。美味しそう。固まってもふわふわ。でも一番の楽しみは食べること。写真撮影の準備はいい？でも投稿するためじゃないんだ。上からチョコでハートを描いてみる？はみ出さないように気をつけて。次はスプリンクル。よし、これでカップケーキのデコレーションの出来上がり。一つか二つあげれば？八つも。一口食べる？はい、もう離して。ああ、スプーンが曲がっちゃったよ。まただ。次のための解決策を用意しておかなきゃ。ほら、ポテトスプーン。スプーンの形をしたポテト。でも、美味しく丈夫にするためにちゃんと揚げなきゃ。それにじゃがいもは揚げ物にぴったり。よーし、味見してみよう。ケチャップをつけるだけで美味しいよ。キャンディーは美味しいけどたまにしか食べられないから、秘密の場所に隠しておかなきゃね。マシュマロを隠す裏技を試してみない？白いウサギみたいでしょ。うまく隠す工夫もしないと。チョコを乗せて火で溶かすだけ。これでクリスプブレッドも美味しくなるよ。うまくやればね。綺麗なお花だね。少し切ってみようか。やった。これでトゲを気にしなくても大丈夫。バラをあげると誰でも喜ぶよね。よーし、自分で作っちゃおう。コップの上にサラミを乗せて一周させてっと。茎と葉も忘れないで。ひっくり返したら素敵なバラの出来上がり。綺麗だね。花束を作っちゃおう。ほら、ママにあげて。の、喜んでる。プロボーネとも合うはずだよ。よーし、ハート型にして大成功。口開けて、あーん。落とさないで。あー、失敗しちゃった。楽しかった？また会おうね。